皆さんこんにちはウィズペティ犬猫病気辞典です今日は犬の膀胱炎について症状原因後発品種予防方法治療方法の順に解説しますそれでは早速始めましょう犬の膀胱炎とは犬で多い疾患の一つであり膀胱内で炎症が起こります 何らかの原因により膀胱に炎症が発生している状態を言いますこの原因は感染症、尿石症、内分泌不全、免疫障害など多岐にわたります膀胱炎の犬では赤褐色や腐敗臭のする尿、頻尿、排尿痛などの症状が見られます膀胱炎は犬でよく見られる疾患であり1から2割もの犬が 一生で一度は罹患するという研究がありますまた細菌が含まれた尿は3割近くの犬で見られると言われており細菌性膀胱炎の発生率の高さを推測できます膀胱炎の原因により治療への反応性は違いますが細菌性膀胱炎については適切な治療が行われた場合比較的良好な経過をたどります犬の膀胱炎の症状とは 血尿や頻尿、排尿時の痛みなどが見られます。量が少ない頻回の尿や排尿時の痛みが見られます。膀胱の炎症で出血が起きているため、尿の色が赤褐色に変化します。この尿は膀胱炎の場合、尿全体あるいは排尿の最後に見られますが、尿道炎の場合は排尿の最初に見られます。また！ 細菌性の膀胱炎の場合、海や凝固物が含まれた腐敗臭のする尿が見られることがあります犬の膀胱炎の原因とは主に細菌感染が原因になります細菌性膀胱炎では外部環境から尿道を通り膀胱まで細菌が侵入することで感染が成立します本来尿は無菌であり 細菌性膀胱炎では細菌尿が見られるのはこのためです。泌尿器には細菌感染を防ぐ機能があり、それが乱れたときに細菌性膀胱炎は起こります。排尿による洗浄、膀胱粘膜に存在する免疫機構、尿自体の持つ抗菌作用などが担います。細菌性膀胱炎の原因となる泌尿器の防御機構の破綻は、 膀胱結石や腫瘍による尿排出障害や粘膜の損傷椎間板ヘルニアなどの神経疾患による排尿困難夏場の水分不足などによる尿量の不足や糖尿病による尿の正常変化先天性または後天性の免疫不全などにより起こります細菌性膀胱炎の病原菌はスタフィロコッカスやストレプトコッカスなどの グラム陽性菌や大腸菌や緑膿菌の一種プロテウスなどのグラム陰性菌など多種多様にわたりますこのことは治療に用いる抗生物質を適切に選択しかつ適切に使用しなければ十分な効果が得られないことを表しています犬の膀胱炎の抗発品種について膀胱炎はあらゆる犬種で見られる疾患です 犬の膀胱炎の予防方法について尿器のケアを行います。明確な予防法はありませんが無理ない範囲で水をたくさん飲ませ膀胱を洗浄する尿の酸性を増やすまたおやつをあげすぎないことで膀胱結石の形成を防ぐことを心がけましょう犬の膀胱炎の治療方法について。 細菌感染に対すす。る内科的治療を行います感染している細菌に対する抗生物質の投与と泌尿器の防御機構の破綻の原因に対する治療を行います抗生物質は効果がある細菌種の範囲がありまた近年耐性菌と呼ばれる本来効果のある抗生物質に対して抵抗性を持つ細菌が出現しています効果的な治療のため、 膀胱から採取した細菌を培養し、効果のある抗生物質を確認してから、抗生物質を投与していくことが理想的です。しかし、細菌培養は費用と時間がかかるため、飼い主さんの負担になる場合があります。動物病院によっては、抗生物質の種類をリレーのように変更し、効果のあるものを特定することがあります。 細菌培養を行うことがベストではありますが、臨床現場で働いている獣医師によって考えは異なります。かかりつけの獣医師とよく相談し、治療方針を確認するといいでしょう。細菌性膀胱炎の治療に重要な点が2つあり、獣医師に指示された抗生物質の投与を必ず守ること。動物病院での短期的な治療が上手にいかないからといって、 頻繁に転院しないことです前者を守らないと耐性菌が出現し膀胱炎の治療が困難になるばかりかその耐性菌が原因になる肺炎などの病気に対してなすすべがなくなってしまう可能性があります後者はかかりつけ医の治療方針をよく理解した上で転院を行わないと転院による抗生物質の頻繁な変更が原因となる耐性菌の出現の 一旦を担うことになります本日は以上となります今回の動画で大切な愛犬の健康維持のお役に立てれば大変嬉しく思いますこの動画が良かったと思う人はチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします今後も犬の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方はぜひチェックしてみてください では、また次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。